ヴィンセント・マシューズ・マシューズ、1947年12月16日台はアメリカ合衆国の陸上競技選手。1968年メキシコシティオリンピック、1972年ミュンヘンオリンピックの金メダリストであるニューヨークシュクイーンズ区出身。マシューズはリーン・エバンスと共に1960年代を代表するロングスプリンターであった。 両者は10代の頃に初対決して、以来何度も対決。1967年にも数回の対戦があり、パンアメリカンゲームズではエヴァンスが勝利している。1968年メキシコオリンピックのトライアルの2週間前に行われたレースで、マシューズは400メートルで44.4秒の世界新記録を樹立。しかし、マシューズの記録は、 プーマ製の違法シューズによって出されたものとして公認されることはなかった。そしてトライアルでマシューズはエヴァンス、ラリー・ジェームズ、ロン・フリーマンに次いで4位となり400メートルでの出場権を逃してしまう。それでもマシューズは4400メートルリレーのアメリカの第一走者として出場。400メートルで金銀銅を独占した三人と共に2分56秒16。 という驚異的な、その後24年間破られない世界新記録で金メダルを獲得した。メキシコオリンピックの後、マッシューズは陸上競技から離れていたが、1972年ミュンヘンオリンピックの前には競技に復帰。オリンピックトライアルでは、ジョン・スミス、ウェイン・コレットに次いで3位となり、前回は逃した400メートルの出場権を手にする。オリンピックの決勝。 アメリカ勢の3人による戦いとなったが、残り80メートルでスミスが足を故障し、レースをやめる。マシューズとコレットの戦いとなったが、マシューズは44秒66のタイムで、コレットを、おろし金メダルを獲得した。しかし、表彰式において、マシューズとコレットは国歌が流れている最中、二人は落ち着きなく、国旗、 国家に敬意を払わない態度を取る事態が起きる。それを見た者は1968年、メキシコオリンピックのトミー・スミスとジョン・カーロスのブラックパワーサリュートだと信じた。二人は恋に行ったものではないと主張したが、IOC からは今後の競技への出場を禁止された。マシューズとコレットに加え、ジョン・スミスも故障で出られなくなったことで、アメリカは、 4400メートルリレーを危険せざるを得ない事態に陥ってしまった。ありがとうございます。